皆さんこんにちは。町娘妄想委員会です。本日の町娘妄想委員会は？松方弘樹版名奉行富山の金さん第一シリーズ見どころポイント解説です。名奉行富山の金さん第一シリーズは全23話。今回は第1話から10話の中で。 町娘妄想委員会がおすすめする見どころポイントベスト3をお伝えしますお楽しみに <noise> 第3位は第8話ひょっとこめんの女です <noise> ある親子のお話ですその親子というのは 大阪から江戸に逃げてきた任教の女もう一人は北町奉行所同心水木慎吾そんな二人がある事件をきっかけに急接近金さんは何とかしてその母親を水木慎吾に会わせてあげよう一緒にいる時間を作ってあげようと 試行錯誤します話の最後には悲しいかなその任侠の女は死んでしまうんですけどね金さんの2人を見つめるすごく優しいまなざしが私のキュンキュンポイントですはっきりと「この人がお母さんだ」とは言わないんですけれども「君の腕の中で」 安らかに眠っただろう幸せだったねというような声かけをしてくれるんです。金さんの優しさがね、すごくじわじわにじみ出る回でした。ぜひ、この第8話、見てほしいな惚れるよ。2> 第2位。第1話、桜吹雪一番手柄です。 いわゆるマンネリと呼ばれる時代劇の中で、この第1話というのはとっても貴重なんですよね。キャラ設定の説明が随所にありますし、脇役さんは全員出てきます。初回だけに、行きい稲瀬な金さんが、まだキャラ設定が定まってない。そこが研究ポイントです。お知らせで、 もちろん最後には桜吹雪を出すんですけれども、その所作も見せ方もぜーんぶ違うんですよ。他のシリーズのものとは全く異なります。金さんって膝をついて出すんですけれども、立ち上がっちゃうんですよ。 二三歩歩いて、おしらすから、その砂がね、引いてある場所まで、こう階段があるんですけども、そこの階段に足をボンと乗せて、大見え切っちゃうんですよ。それが、えー、初回シリーズから5回ぐらいまでしかないんですよね。とっても貴重な、金さんの桜吹雪を見せるシーンとなっております。カメラワークもね、全然定まってないんですよ。まあ、監督さんによって、あの、カット割りって違うんですけれども、 やはり初回、さすが初回、まだ試行錯誤の初回という感じで、ういういしさがもうすごく漂っていて、そこがキュンキュンしちゃうんですよね。あこんな時もあったんだーっていうね。第1シリーズの第1話、キュンキュンポイントは、ういういしさの金さんです。<noise> ぜひぜひ、機会があったら見ていただきたいなと思っております。<noise> 1> 第1位は、第6話、お奉行が消えたです。第1シリーズの第1話を抑えての1位。お話としては、北町奉行所に捕まってしまった大盗賊がいるんですけれども、その大盗賊の子分たちが、親分は2千両を隠し持っていると。 どこかにあるはずだから、それを見つけ出して、懐に入れてやろう。遠山金四郎を、まあ、罠にはめて、奉行所に囚われている盗賊を放免させて、二千両奪い取ろうと。子分たちは格索するわけですね。 金、えー、さんはもちろん戦ったら強いんですけれども、男の子がですね、戦いの場所に来てしまって、人質に取られてしまったんですよ。 金さんは自分一人だったらやっつけられたんだけども、その男の子が人質に取られてしまったので、やむを得ず歯向かうことができずに、小さな男の子と一緒に悪役のアジトに連れて行かれてですね、囚われてしまうわけでしょ。何がキュンキュンポイントかっていうと、その男の子を励ます金さんがめちゃくちゃかっこいいんですよ。とにかく、金さんの眼差しがもう優しすぎて、 私もそんな風に言われたいわと思ってね。なんか自分の息子に声かけてる感じなんですよね。そのシーンを何回も見たくなる。笑顔を私に投げてほしい。みたいなね私もそんな風に投げかけられたいっていう、あの、アップで映るたびに、男の子に対する眼差しなんだけども、いや、私を見て、私を見て、ケインさん 妄想膨らみすぎですね。<laughs> 第1話より全然そ、その第1話もちろんいいんだけど、試行錯誤のキンさんもね。優しくて茶目っ気があって、ゾクゾクゾクってするわけですよ。もうかっこいいのなんのって。あれ言いすぎました喋 <laughs> りすぎですか もう一つキュンキュンポイントがこの第6話にはありまして、江戸城に登場して帰ってくる。登場から帰ってきた時は、上下を身につけているわけです。だから上はこういうとんがったやつですね。で、下は袴を履いているわけです。脱ぐシーンがあるんですよ。松方弘樹の着物の所作が美しいので、あのぜひ見ていただきたい。 10秒もあるかないかだと思うんですよね。セリフを言いながら着物を脱いで、さっと横に座る。色気たっぷりでキュンキュンしちゃうんですよ。服を脱ぐ時の色っぽさと一緒ですよね。でなかなかテレビ時代劇脱ぎ着するシーンっていうのがないんですよね。それも貴重だなと。<noise> 着物をね、綺麗に脱ぐというところと、子供に向ける温かい、優しい、眼差し。これがね、もう二つ大きなキュンキュンポイントなので、まあ、第一シリーズの初回っていうのもすごく良かったんですけれども、こちらを第一位とさせていただきました。というわけで、今回は、松方弘樹版名奉行東山の金さん第一シリーズ。 町娘妄想委員会視点で選んだキュンキュンする回ベスト3をお伝えしました。ぜひこんな視点でも時代劇を楽しんでいただけたら嬉しいです。ではまた